こんばんは、ポッチです。今日はですね、なんかチーズケーキを見つけたので、食べてみたいと思います。ローソンでですね、チーズケーキ見つけて、おこれはと思ってですね、昨日買っておいて、で、今日ね、忘れてたんですけども、冷蔵庫開けたらね、なんかおおと思って発見して、そういや、食ってないと思ってですね、なんか朝からテンションが上がってしまったんですけども、なんだろう、これ。東京カップでチーズケーキって書いてますね。800円ぐらいしたかな、ちょっとわかんない。コンビニで売ってたんですよ。なんかね、最近ケーキ屋さん全部閉まってるんで、こういうちょっと本格的っぽいチーズケーキをね、買ったのは久しぶりなんですけれども、非常に楽しみでございます。そこ開けてみましょう。なんかシールで止まってますね。開かない。うわっ、なんかいっぱい入ってる。なんか思ってたのと違う。ほら、1個お土産みたいな感じだね。いただきます。どうやって食うんだこれ。こうやって食うのかな。うまい。なんかチーズ多めのチーズケーキだね。チーズみたい。もうちょっとレアな方が好きだけど、でも美味しい。結構硬いんですよね。で、むちゃくちゃチーズの味がしっかりしてるチーズケーキですね。これ東京カップでチーズケーキ、本格チーズケーキがギュッと一口サイズになりました。一個じゃ足らんね。一口だもんね。むちゃくちゃうまいかというと普通だね。リピートするかどうかって言うとリピートなしですね、俺は。厳しい評価を。もうちょっとね、甘くて、レアなチーズケーキの方が僕は好きですけども。でも美味しい。もうハーブとか入ってんのかな？硬いんですよね。結構硬くて甘さ控えめで、むっちゃチーズの味濃厚っていうのが好きな人はおすすめ。まあ美味しいは美味しいんだけどね。6個入りだ。で、半分食べて、残りはまた、後で食べる。まあ、ほんとね、ケーキ屋さんが閉まってるんで、なんか、また、ケーキ屋さん開いたらね、とかっぱらさん。よいしょ。食べたいね。バイキングとかもね、スイーツパラダイスとか、もう何年も行ってないけど、たまに行きたくなりますね、スイーパラでね。ベイクド。東京カップでチーズケーキ。なんですかね、なんかローソンに置いてあったんですよね。たまたま通りがかったところで売ってたから買っちゃった。うわっ、もう固めなんですよ、めっちゃ。なので本当に
チーズっぽい感じ。うん。チーズ感強めですね。1個あたり133キロカロリー。クリームチーズを贅沢に使用して、一口ごとにブラボーと言いたくなるリッチ&クリーミーな味わいです。そうですね、うん、クリームチーズの味がする。ごちそうさまでした。なんだかんだでね、ああまだ4分ぐらいで3つ食ったぞ。早い。もっと味わってくるんだ。ゴミを捨てていかないと。なんかサブチャンネルはね、最近ね、更新してないので。いろいろあって、こっちのチャンネルまで手が回らなくなってますね。まあまた、気楽に、適当に入っていければいいなと思ってます。うわぁ、ねえ、もんごもんご。眠い。うん。そんな感じで、またなんか美味しいもの見つけたら食べたいと思います。昨日ね、焼肉行ったんですけども、なんか、英語クラスのね、なんか、佐賀牛みたいなね、厳選佐賀牛みたいに行ったんですけども、ダメだね、やっぱ英語クラスだとなんか肉がいいと思いがちだけど、やっぱ英語ってそんだけなんだろう、A なんちゃらって階級って脂身がどんだけ入ってるかだから肉のうまさと関係ないですからね。やっぱもうなんか半分脂身食ってるみたいな感じになっちゃって、カルビとかね、もう、やっぱダメですね。うん、なんか赤身とかの方がね、美味しいわ。うん、脂の味しかしない。うん。結構いい値段したんですけども、あんまり食べられなかったですね。うん、やっぱ、栄養とかダメっすね。普通の、なんか肉の方、赤身の肉の方が。うん、まあ、年食ってくるとね、脂っこいもの食べられなくなってくるんで、ちょっと気になってたんで行ってみたんですけども、やっぱダメっすね。うん、もう、ほんと、ふるさと納税とかでね、英語クラスのサーロインステーキとか食っても、やっぱもう、脂っすもんね。一口一口食べるたびに脂が滲み出てくるから、辛いですよね。そんまもうサラダ油でも食っとけんじゃないかってぐらいの油があるから、やっぱね、肉は肉の味が重要だなって思ったりしてますね。なのでちょっとまあ楽しみにして行ったんですけども、うん、やっぱあんまり、うん、今度ね、肉ガトー行きたい、肉ガトーまた行きたいな。肉ガトーってお店があって、赤身美味しいっすよ、うん、ちょっと高いんだけど美味しい肉ガトーね。名古屋にもありません、肉ガトー。肉にありがとうで肉ガトーわかりますかね。なんか閉まっちゃって持ち帰りしか今やってないみたいなんで、また行きたいなと思ってますね、肉がと。うん、なんか 3、4回行ったのかな、うん、まあまあそこそこいい値段はするんですけども、美味しい、美味しいですね、うん、な肉がと。それじゃあ皆さんありがとうございます。チーズケーキ万歳。ブラボー。